引退試合でーす。今の気持ちはどうですか？寂しいけどしょうがないでーす。なんでしょうがないですか？もうね、男は決めたっていう時が来るんだよ。どういうことですか？うん、やりたいことはあんの？野球以外にですか？うん。ブルさんがいなくなったらこのチーム終わりっすよ。第二の人生は読まなければならないの。ありがとうございました。彼女募集中です。彼女募集中です。彼女募集中です。The other day I was on the street. I ran into a face it was good to see. We talked a couple hours and we missed all of the taxis.、As we realized what time it was, we both let out a sigh as we've always done. As we turned to leave, we knew this wouldn't be the last one. No, because that's how it flows when you're with the ones you love the most. And even when it's time to go, we know what we know.We don't have to say goodbye. Cause we never wonder why. If we'll be seeing each other again.はい、ということでチープチャンネルがやってみます。どうしました？いえいえいえ、大丈夫です、大丈夫です。そうですね。泣くよりも笑った方がいいかな。そうですね。ということで、平田ブルーノさんが解説ということで、実況は事務局になっております。はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、相手は決勝戦ですね、イズムさん。相性の悪いイズムさんですね。相性はまだ一回も勝ったことないんでね。あ、まだ勝ってない？勝ったことないです。やばいね。はい、勝ったことないです。で、このピッチャー、見てください。めちゃくちゃいいんですよ。そうだよね。いやー、この変化球パリピ孔明が当てて、あとパリピ孔明って誰だっけ？あ、斉藤隼人ですね。あ、斉藤か。もう忘れたんですか？もうだいたい記憶を削除していくタイプ。そういうことですね。それで 2番がシゲ。ショートも上手ね。ショートももう強いんですよ。元プロ？まあ、独立リーガーが多いという噂は聞いてますけど、イズムさん。なるほど、はいはい、ということで萩野がこの全力疾走で内野安打を勝ち取る。よくは質がないな、こいつ。そうですね、4番船。さあ、いい当たりもこのショートうまいな、優しい。バキっていうの、そうです、ね、なんていうの、走ってよ、おい、船し。よくないですね、はい、ちょっと教育なってないな。さあ、1回の裏になります。はい、はい、ピッチャーは、チップは小田。どうですか立ち上がり、ちょっと見てみましょうか。そうだね、はい、キャッチャーはなんと平田ブルーノ選手となっております。はい、はい、ピッチャーはホダ、どうですか彼、若干20歳ですから。そうだね、我々の若造、はいはい、若造って言っていいのか、この前ちょっと突っ込まれたけれども、そうなんですか、まあ、若い方かな。そうですね、一番若いか。そうです、一番最年少ホダがピッチャーゴロを先頭打ち取るということで、はい、そしてで2番バッターは三振。どうですか立ち上がり。いやー、いいね。センター前ヒット打たれる。まあ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 、ちょっと配球に問題あるかなと思います。キャッチャーのせいで、はい、はい、でツーアウトから、ライト、おっとセカンドフライということで、恵比寿が優しく包み込むという形で、どう思いますか。いやー、いいんじゃないですか。じゃあ恵比寿についてどう思いますか。おっと、5番リポミタリンで、うー、詰まったか、詰まったか詰まりましたが、あ、いい走りしてるじゃないですか、はい、ってください、ね、今日イケメン引退ダルツーベース。そうです、イケメンということでね、まあね、はい、よく言われる。はい、おーっとフィールディングもいい、送りバント失敗ということで、じゃあこれ読んでください。そう、7番バン半投手、まあ、ちょっとカタカナ弱いな。そうですね、と三振。どうですか相手ピッチャー。いやー、いいですね、はい、さすが8番ノンプロで、まあノンプロっていうのかな、ノンプロ、あ、まあ、いや、プロですね、プロでやってたっていうだけあるね、はい、そしてショートこの深さから、うまい。いやー、これは厳しいね。さあ、イケメンがここにひょこっと今見ました、2階の、裏になります。さあ、先頭の出塁を許す。フェア、フェアですね。これは草むらに入ってツーベースになります。いやー、素晴らしいね、触れてるね相手も。相手そうなんです、やっぱ決勝戦まで来るっていうけどね。そうだね、まあ、と言ってもね、僕ら不先輩不先輩で、不戦勝不戦勝でここまで来たんで、はい、
今年最後の試合に弱いチームが、そうですね、10月まで無敗だったんですけど11月から まさかの ね連敗ですからね。これが野球ですね。そうですね。さあ三遊間抜けるして、でレフトが萩野祐介ということでね、お腹が揺れておりますね。はい、はい、ということで打つ打つ萩野が死亡なんちゃう。おっとこれは私的なやつじゃないかな。ギリセーフなところまで行ってますね。そこを願ってるね。そしてバッターがメガニー三振。メガニーって誰だっけ。土屋ですね。あ、土土屋です。さあパリピーですね。パリピーがスイング柔らかいね。柔らかいですね。そして落ちるか。おお、はい、このこれもショート。ショートやっぱりキッタが違うな。そうですね。ちょっとキャプテンに頑張ってほしいな。そうですね。これもショート、うまい。いやいや、安定だね。安定してますね。誰こいつ。これ誰でしたっけ。知らない。名前ちょっといいですか。いやいやいや、わかんないもん。覚えてない。覚えてない。ああ、打たれる。ここも先頭出すと、3回の裏ライト前ヒッツ。さあホーダー粘れ。おっと、いいブロッキング。おっと、そして走る。うわーっと、あっと、サイオ疲れた。ノーアウトランナー二塁ね、三振ということでワンアウトランナー二塁に変わります。はい、さあこれはいいバッティングなんじゃないか。ぐんぐん伸びて打球は左中間真っ二つ、先制を許す。さあどうですかこのバッティング。いや、ツーベースですね。見ててください。ビッドビッドブルーバー。はい、ちょっと何あの動きに注意してたから。そうですね。おっと、相手サードゴロ。はい、おっと、また引っ掛ける。そしてサードがいい。おっと、船。今船、船です。あ、はい、そうか、船の。あ、そうですね。何ですかこの写真は。難しかったですね。豚、また豚、いいアピールプレーですね。さあ4番船。おっと、打つ、差し込まれてるね。これ面白い打球だが、おお、いい声が出てますね。泉さんはブルーノファンの皆さん、お待たせな。さあリポビタミンで、この時の心境。いやーね、もういいピッチャーなんで、とにかく打つ、はい、グイに出る、はい、そして走る、はい、それだけだったね。そうですね、それだけです。うん、おっ、あー、来た、やりました。この時の心境は最高、最高に痛かったな。最高。いやー、なんじゃこれ。いやこれは名場面で、まあ、名場面が今流れております。今年3度目か。そうですね。おっと、相手のね、ファーストも優しさね。こうやって、これがね、チープ誰も手伝ってくれないのに。そうですね、手が来るっていうのはね、チープの。そうですね、チープ誰も手伝ってなかったですね。はい、リポビタミンレハーター引退条件、試合に勝つ、怪我はなんとか、条件はよく分かったよ、やりたいことがある、それは間違いない、ただ俺も、うん、交代選手がいないため一塁ランナー臨時代走、船。うわー、ピッチャーいいわ。いいね、すごいですね。平田しかいなかったのにな。そうなんですよ、この日の。おお、ドライスファールだー。素晴らしい。さあ4回インスバってやつだね。ここシート変更。そうですね、ビタミンでキャッチャーからレフト、セルライト次長、レフトからファスト GJ。 おっと、ポジショニングがね。ああ、そうだね。1人抜けたらもう僕ら負けっていう状況で、9人しかいなかった、9人しかいない状況だったんですよね。で、平田さんがベンチに下がったらいけないということで、急遽レフトにね、そう、はい、行っていただいたと。なんと勝ちたいっていう。そうですね、うん、もう何度も負けられないからね。そうですね、出雲さんにはなんとかして勝ちたいという執念でね、平田さんのこのポジショニング。いやーこのゲッツーもチーム素晴らしいですね。ショートは今日ガッツポーズしてたよ、ファースト。してました。してたよ。熱いところがいましたね。いやー、いいね、これがチープだぞ。さあ粘りそうです。おーっと、対岸してましたね。結構みんな流出してますね。わーっと、三振。そして9番、終盤ですよ、終盤ですよ。さあこのシーン、おー、粘りです。いやー、
同点ほということで、はい、最近諸事情で参加できなくなってしまっているお兄ちゃんに代わりさん、あ、弟か代わりさんと最高やでということですメガネ。いいね、ここ最後の最後で、あーっとマッスルエルボー出ました。ハヤト、いやー、粘チームだね。そうですね、この5回になんと追いつき1、2塁間に抜け、ワンアウトランナー1、2塁に、いやー、これは来るんじゃないか、逆転、念願の逆転勝利。さあセルライトも、いやー、セルライトが打つ、これはファーストゴロ、ライズボディ、そうですね、これは進塁打になります。ツーアウトランナー2、3塁、4番船です。さあこの場面、ここで、ね、申告敬遠です。あー、そういうことか。そしてバッターが怪我人の平田ブルードに回ってきました。もう歩くのもね、辛かったね、辛かった。そしてここで生まれます、死んだ方、平田ブルードの死んだ方、なんていう名前ですかこのバッター。これは前に大丈夫、乗せれないだろう。あ、なるほど。あ、そして BGM も変わる、ヒートビジュアルです。さあ、ちっちゃくなった、なんかちっちゃくなりましたね、平田ブルードの選手。さあ、初球打つ、うわっ、うわ、そして抜け、ナイスキャッチ、いやー素晴らしい打球が、いやー、そしてこれそうですね、まだあるの、まだあります。今5回の裏になります。さあ先頭切れるか、ファーストゴロ、そうですね、ファーストゴロでワンアウトランナーなしになります。はい、さあ三振、なんかキャッチャー変わってリズム変わったな、ピッチャーも。そういうことですか。そうですね、そういう感想です。キャッチャー、おーっと、ナイスボールだー。ほら、おっと、そうだな、トレーニングが好きですけど、ね、そうですね、美ボディですね。はい、はい、6回の表、わー、三振、今日エビス全然当たってない、当たってないですね。でもいい、何してたんだろう、筋トレだけしかしてないですね。さあ、意地のここセンター前かと思ったら、おお、え、またショートがある、すごい、ね、そしてこれ冒頭になり、ま、8番自分局が三振、いやこれは打てませんわ。さあメガニ、さっきホームラン打った、おっと、ファーボール、見えてる、ストライクに一瞬見えたか。そうですね、おっと、明日の勝負だ、ショートとハヤトの、しゃー、うまい、うますぎる。さあ琉球王子も応援してる、6回の裏、お、結構いってるね。さあ先頭切れるか、ホーダー、さあショート、おお、サコー、負けてられないの、サコちゃん、サコーも負けを見せつけましたね。いいね、おお、技ありのバッティング、ライト線に抜けて、足速い、そして3つ行った、3つ行ってる、これ勝負だ、足の勝負だ、ここで泉さんスリーベース、ワンアウト、さあチープどうする、ここ万事休すじゃないですか。でも、もう粘るしかないですよね、平田さん。そうだね、ここまでホダ頑張ってるから、ホダで最後で締めたいね。そうですね、うん、さあここで、あーっと、おっと、おっと、これはですね、なんていうんですか、エンドラン、エンドランか、ゴロゴー、ゴロゴーってですか、最後エンドランを決められ、あ、エンドランか、そうですね、20年ラストのゲームサヨナラ負けという結果になりました。また一から鍛え直し、今年も全国大会出チーム一、出雲さん対戦ありがとうございました。そうですね、チップチャンネルをご覧いただいた皆さん、本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、すごい試合でしたね。ねえ、はい、リポビタミンで引退試合6月1日長野県にて開催予定。そうですね、まあ、どう思いますか。そうだね、まあファンだと思う方はぜひ見に来ていただいて、長野まで、はい、はい、みんなで、まあ、夜、そうですね、あのインスタで DM 送ったらみんなで飲み行きましょうと。ああ、いいですね、はい、はい、ということだそうです。はい、ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。